誰かが言ったら話そうって思ってたんだけどさ、昨日ロタンが言ってたからさ話すんだけどさ、ちょっと前にさヘラクレスがうちに来たんですよね。スマブラやったスマブラかよ。麻雀はやってないです、1ミリも。うちのハムとねお会いになりまして皆さん。あと松はでかかった一緒に並んで歩いちゃいけないなって思いました。はい、もうね分かる、あれファンだったら絶対気づくもん。歩くランドマークすぎる、あまりにも。俺の感覚あんまりオリバーと変わんなかったぞ。多分オリバーの方がちょっとでかいのかな。190で、まあ割と誤差じゃない、3センチ。俺の身長で見上げたら割と3センチは誤差、物理的にね多分ね、あれはね日本だと行きづらい、あのサイズは。スマブラしてピザ食って寿司食ってハムと戯れて帰ってっただけなんですけど、あの人たちは。いやマジで小学生の放課後みたいな感じだったね。いやマジでね大学のサークルなんだが完全に。あー帰ってきた。やっぱここで会うのはいいね。これあんま好きじゃねえんだよな、ディスコード。相手の顔見えないのあんま得意じゃないんだよね俺。だからニュアンスとかさ伝わらねえからさ、正直配信者なのにあんまり好きじゃないんだよね俺。会って話した方が会話のテンポも合うしさ楽しいし、だからなんか良かったわ、また焼肉食べたいですね、寿司と焼肉一着になって。